小倉さん、今年の初トップもお世話になります。イエーイ、背びれ。そろそろあったかいからトップウォーター行けるんじゃないかなっていうことで、去年似たような状況で結構活躍してくれたタイニーの NZ クローラー、タイニー試してます。よどみとかに案外いたりする。ガバーッとガバチョがいたりするかな。この流れのトルクだったら絶対ギリ入れると思うんだけどな。うわっ、ガバーって出そうだけどな、ちょっと違うかな。こういう跳ね物とかいいタイミングだと思う。もうちょっとやっぱベイトフィッシュらしい形とかの方がいいかな。これパス。見えバスいたな。こういうんじゃないんだな。おー出た、いたよ、出るんだ。いたね。あー、羽物とかも出てくれる時期になりましたよ。あー、たまたまなんかスクールでもいたのかな。乗ってくれよ、乗ってくれよ。鯉みたいな。するとあートップワンチャンか、あれ来いか。トップに1回チャンスあったな。 I 字系とかかな。あ、そう、今年復活のあの兄貴の伝説のルアー、ローファイ引っ張り出してきましたよ。これをふわっとかドクターを今見に来てるんだ。やっぱローファイ気になるよね。あ、今下にいたバスがスーッとどうしようかなーって見に来てくれます。濃いわよ。魚はいる。魚確認できたんで、身の大中小とあるけど、魚は刺してるのは確実だったんで、ワンテンジュニア。タイミングで NZ タイにはありそうだな。そんな未納じゃなきゃっていう感じでもないようだから。ワームを入れる前にちょっと背びれ。恋だな。恋も出てるな。うわっ、すげえさあ、今年初トップ、こればらしたくない。うおー、ポって出た。背びれフィッシュ嬉しいね。あ、しかもいいサイズ、いいサイズ。背びれフィッシュいいサイズだよこれ。あ、でかい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 。嘘、やべやべやべ。これでかいぞ。おお、嘘、でかい。すごい、いいとこにいい感じでかかってる。しかもでかいよこれ。長いよ。今年初トップ背びれできました。はい、やったー、でっけー。小倉さん、今年の初トップもお世話になります。イエーイ、背びれでかい。いやー、これいいサイズじゃないですか。イエーイ。で背びれにこのサイズは嬉しい。マジ嬉しいな。いいとこかかってる。これはバレないかな。今日ね、すごいあったかいんで、こういう釣りいいんじゃないかなと思ったら背びれフィッシュいただきました。イエーイ。いやー、来たかやったな。なんかね、鯉がいっぱいいて、そのそばにドゥル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 って入れたらジュバってね出てくれました。やったね。いやー、お腹も太いね。やったっすー、ありがとうございます。釣れるルアーね、背びれ釣れるかな。はーい、背びれフィッシュがダラララララー。あ、50アップある、50アップある。ジャスト、おお、元気。ギリ50あります。やったー、50。あー、はい、なんとなんとトップで釣れてくれたお魚さんは50アップありましたよ。いやー、立派。こい、いたんだね、ありがとね。いけるかい。おお、上流に向かってきました。はい、タックルね、50アップ釣れてくれちゃいましたが、ラインスラックのこれ背びれね。もうこういうのがね釣れるタイミングになってきているので、持っていない方はぜひって言うんですけども、なかなかね売ってないね。その年のやつ売り切っちゃったらなくなっちゃうところなんですが、なんとね、まもなく今年の新色が発売って SNS で書いてあったんで、この色はないんですけども、2024年バージョンのね、背びれが登場予告されていたので、新色ね、ラインスラックから4月の後半に登場っていうことなんで、まあでもね、人気の色からどんどんすぐ売り切れちゃうんで、まあでっかいのがよう釣れる。ね、あとまあ数釣りもできちゃうね、不思議なダブルスイッチャーなんで、持ってない方ぜひですね、背びれね。でタックルはね、こういう感じでメタニウムのハイギアに、これフロロカーボンラインなんですけども、まあワームの釣りもできるようにね、こんな感じでも背びれね使いやすかったりするんで。でこれはロデオクラフトのホワイトウルフっていうですね、まあミディアムパワーぐらいの7フィートの差をね、8ポンドクラスっていう竿なんですけども、こういうプラグからワームからいろいろ使いやすいので、重宝して使っておりますが、今日はまあこの背びれね、投げるのにちょうど投げやすいんですよ。そんでおかっぱりでも長さがあるんで、いいトレースラインをね取りやすいっていうことで活躍してくれました。背びれね、4月末日に新色が登場するんで、持ってない方はぜひチェックしてみてください。じゃあね、どんどん釣ってきます。